こんばんは。こんばんは。ギフトありがとう。やっほー。こんばんは。やっほー。ギフトありがとう、みんな。今日もかわいい。やった。エアック。というわけで。今日は水曜日水曜日メイナみたいに可愛い、嬉しいメイナが可愛い。水曜日、今日は水曜日。水曜日といえば何？水曜日といえば何？水曜日といえばリオ？水曜日のリオ？水曜日のリオつ。水曜日のリオです。というわけで、今日は可愛くしてもらった。前に一回したことあるんだけど。前髪を薄めにするやつ、前髪を薄めにする方法、かわいい。メイク上手本当？というわけでですね、今日はちょっとね、9時までできるんですよ、リオ。9時までできるの、リオ。まあでも言うてあと45分ぐらいしかないから、可愛いの知ってる45分ぐらいしかないから、45分ぐらいしかないから早速テロップに書いてあることをしていきたいと思います。ギフトありがとう。テロップ、プレゼント紹介、誕生日のプレゼント紹介をしていきます。イエーイプレゼント紹介していきます。嬉しい。家族からのプレゼントを紹介したいと思います。あとみんなから前もらったあれ、お花、リースももう一回お見せしたいと思います。じゃあまずは家族のプレゼントから、じゃじゃん、ピロピロピロンじゃじゃじゃん。何が入ってるんだろう。家族からもらいました。気になる。開けます。あ、ちなみにてかめっちゃリオ鼻声じゃない、今日やばいねちなみにおばみーちゃんとひいおばあちゃんはお金をくれましたゆきちをくれましたそれではオープンします。なんかいろいろ入ってるよ。これはね、多分チャーちゃんとジージからですね。ジャスミン茶が入ってた
よ。ジャスミンちゃん大好きなんですよ。ジャスミンちゃん、ジャスミンちゃんのおぱっちゃ、お茶っぱおぱっちゃお茶っぱ、イエーイ。ジャスミン茶と、あともう一つ可愛いのが入っとる。え、可愛い、じゃじゃーん。え、めっちゃ可愛いんだけど。え、バッグ、ショルダーバッグ、可愛すぎる。いや待って待って待って、可愛い可愛い、やばいやばいやばい、めっちゃ可愛いんですけど、どうする。え、可愛くない。え、これジージとチャーちゃんから。え、めっちゃ可愛くない？可愛い。え、めっちゃ可愛いんだけど。マリクワのじゃん。マリクワ、マリークワントさんの。可愛い。え、こういう色味の持ってなかったんですよ。しかもなんかリオいつも肩からかける黒のやつしか持ってなかったからさ、すごい欲しかったんですよ。可愛い。茶色だ。可愛い。これさ、ガマ口だっけ？ガマ口見て、すごい、めっちゃ入る。中見て、めっちゃ入るよこれ。ほら、めっちゃ入る。え、リオさ、バッグの中身いろいろ入れるんですよ。たくさんたくさん入れるから、リオにぴったり、今の季節でぴったり。それなそれなとか言って。え、しかもさ、このガマ口もあるし、ここのね、ここにもあるから、ここにもね、ティッシュとかスマホとか入れれたり、それが後ろにもついてて、かわいい、使いやすい、めっちゃかわいい。持ち手もついてるし、しかもこのショルダー、肩から隠れるようにもなってて、めっちゃかわいい。かわいい。え、ちょっと写真撮って、写真撮ってほしい。見えんか。撮れた？めっちゃ可愛い。嬉しい。ジージとチャーちゃんに感謝ですね。可愛すぎる。めっちゃ可愛い。使おう、これから。楽しみ。これ使うの。いやー。ジージチャーちゃんありがとう。見てるかな。え、あのね、チャーちゃんとかね、結構見てるらしいんですよ。棒チューブに乗ってるのを見てるらしくて、ありがとう、かわいい。リオこういう色味さ、あんまりイメージないじゃないですか、リオ。だからすごい楽しみ。あとジャスミン茶ジャスミン茶も楽しみ。いっぱい飲めるこれで。だってさ、いつもリオジャスミン茶なんですよ。あのお茶はリオしか飲まなくて、マーナとパーナコーヒーだから。そう、リオルイボスティーも好きだけど、やっぱり一番はジャスミン茶なので、ジャスミン茶しか勝たんっていう感じ。ジージナイスセレクト確かにイエーイ。そしてですね、次はパパとママ、パーナマーナからのプレゼントを紹介したいと思います。もうこれは使ってるので、もう今もう愛用してる、もう愛用してて、超超可愛くて超気に入ってるやつなので紹介します。これはパーナマーナから、じゃじゃーん、メイクポーチーかわいい。これもマリクワですマリクはめっちゃ好きやんって感じなんですけどめっちゃ可愛い。
エリオね、今まであのマーナのお下がりの紫のやクタクタのやつを使ってたんですけど、そう新しいのを買ってもらって、かわいい黒のねやつを買ってもらいました。嬉しい。そうなんか結構化粧用品いろいろ使うんですよ。だからすごいパンパンになっちゃうんですけど、ちゃんとこれ入るし、こうパカって開けれるから、これこうやってだからすごい使いやすいんです。なので今からこの中身も紹介していきたいと思います。すごいあのメイクの人みたい。え、待って、まずこれで写真撮って、みんな、かわいい。リオがさ、リオマリコは好きなんですよ。リオがマリコは好きなのさ、じいじたちに言ってくれたんかもしれん、マーナとかが。嬉しい、かわいい。そう、しかもね、めっちゃ使いやすいんですよ。中身こんな感じなんですけど、ここにね、本当はさっきね、ちょっと映っちゃうからあの撮ったんですけど、ここに鏡がついてて、そうあのこう撮ったりできる鏡がついてて、ここにだからめっちゃこう見ながら、メイクポーチでこうやって見ながらあのできるんです。そう、じゃあ中身を紹介していきます。はい、じゃあまずはこちらのリボンちゃん。このリボンちゃんはあのメイクするときに普通クリップとかでこうやってやったりとかするんですけど、リオはあのこういうマジックテープになってる前髪止めリボンちゃんを使ってます。リボンちゃん、そう。続きましてこちらが例のマイキューさんの匂いがするあの保湿です。例のマイキューさんです。これはマイキューさんのやつ。マイキューさんファンの方はぜひ買ってください。買うとマイキューさんの匂いが嗅げます。エッセンシャルムルクリームって合ってるかな、です。これは保湿なので男性の方も OK、 保湿。冬とかになると絶対つけなきゃ目の下とかが乾燥してくるから、目の下とかに塗ります。そう、続いてこちら下地です。デコルテですね。デコルテのコスメデコルテロージーグロウライザー化粧下地です。これ好き、かわいい、見た目もかわいい。デコルテこれもずっと使ってる。続きましてこちらジュルシチュアートイルミネイティングセラムプライマーハッシュタグ02です。これはリオはなんかツヤ感を出したいときにやる。これのね、色違いを優香にプレゼントしたんですよ。そう、優香から聞いたかな、みんな。これのね、色違いを優香にプレゼントしました。リオはね、この紫を使ってるんですけど、優香にはピンクをあげました。優香なんか言ってたかな。そう、ツヤ感を出します。ツヤ感。おきちゃん？うん。くるくるの方で。続きまして、あのリオは。この このね
これプラスこれもあるんですだからそう、リオめっちゃあるんですよ。これ2つあるんです。そうなので、まあ、今日はこれの中身を紹介しますけど、これはまあしませんギフトありがとう。みんな最初からやるときはこれがいります。結構こっちには下地が入ってて、下地系とかこういう大きい、こういうね大きい感じのやつが入ってて、こっちは直す系、リップだったりとかこういうアイシャドウだったりとかアイライナーとかが入ってます。なので今日はこのこっちを紹介します。で次はクマ消し、こちらデコルテ、これもデコルテ、コスメデコルテ、トーンパーフェクティングパレット01コンシーラーです。コンシーラー見てコンシーラー、これもずっと使ってる。これはクマを消すのに使ってます。メイク配信の人みたい。で続きまして、これもコンシーラー、これもコンシーラーこれもコンシーラーで、これは MC コレクションカバーフェイス CF161 コンシーラーですね。コンシーラーで、こちらはスポンジ、スポンジ、これでクマをなじませます。なじませるコンシーラー。続きましてシェーディング、シェーディングですね。これはシェーディング、リオはこの下のやつを使ってます。下を使ってる。韓国語で読めないわこれ。まあシェーディングでこれをするときにこの筆を使います。かわいいの。ちょっと汚れてるけど、こんな感じでお尻みたいになっとってめっちゃかわいい。ハート型のプリン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 。これはちょっとここに書いてあるけどかすれて読めないや。筆筆。続いてキラキラにするやつ光つけるやつ、マックミネラライズスキンフィニッシュライトスカベード。これはなんかねなんて言うんだろう、ギャルに人気のところです。マック、そうハイライト、そうそれだそれだ、出てこんかった。ハイライトですね、ハイライトですね。ハイライト本当に大切。そしてこれかわいい、これ大好き。見た目が、ま、ほんまにかわいい、見た目かわいい。リオギャルかもしれん、ギャルの仲間入り。これはディオールですね、ディオールスキンフォーエバークチュールルミナイザー。これもキラキラな感じで、これの好きなところが見えるかな、このラメのとこにディオールってこう印字されてるんですよ。それがめっちゃ可愛くて、可愛い。あとはなんだっけ、マスカラあれビューラー、ビューラーですねビューラ
ビューラーです。ビューラー、ビューラー。してこれはまつげを上げるやつです。まつげ上げるやつ、こうやってね。そう、ホットビューラー、これをオンにしたらここがあったかくなって熱でまつげを上げるホットビューラーです。リオビューラー苦手なんですよ。なんかさ、リオ力強すぎてなんか逆になんか変な方向に曲がっちゃう。でマスカラがこれ、これは下地です。マスカラ下地、エレガンスカールラッシュフィクサーですね。下地、マスカラの下に塗るやつ、下地。これよくみんな使ってるんですよ、 STU。 マイキューさんも使ってたこれ。でマスカラはこれ、これはキスミーヒロインメイクロングアップマスカラスーパー WP を使ってます。これもみんなよく使ってる、汗でも落ちないやつ。マスカラとマスカラを溶くやつマスカラを溶くやつです。こうやって綺麗にするやつ。ですね。以上。以上でした。でも本当にすごいんですよ、このマスカラ。いや、さっきのマスカラ本当にすごい、これ。本当にすごい。だってリオのあのびしょびしょの汗でも落ちないんですよ。本当にすごくない?このマスカラ。天才だと思います。だってリオのあの汗でも落ちないんだよ。すごいよね。ほんとすごいと思う。中身紹介以上でした。どうだった?リオの化粧品。化粧品、以上でした。意識高くてすごい、本当。じゃーん。そしてまだね、マーナパーナからのプレゼントがまだありまして、入浴剤、嬉しい、入浴剤もらいました、嬉しい、本当に嬉しい、めっちゃ嬉しい。リオ最近、もう最近ね、半身浴にハマってて、お風呂にリオ前までもう一年中ずっとシャワーだったりとかの人だったんですよ。だからシャワーな人だったから半身浴を始めたらハマってしまって、で半身浴をできれば毎日してるんですよ。血行も良くなってさ、体の巡りも良くなっていいからお風呂に浸かるんですけど、そうファイナリストライブの時ぐらいから半身浴を始めてて、でリオ入浴剤が大好きなんですよ。入浴剤が好きで、でこの前リオがこの間自分で買ったやつがなんかおばあちゃんちみたいなやつのなんかちょっと昔の入浴剤みたいな、なんか丸々の湯みたいな感じのお花のなんか丸々の湯みたいな、でそれを買ったんですよ自分で。あ、もう時間がなかったから適当に目に入ったものを買ったんですけど、そう温泉系、そう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 、
で、そしたらなんでそのおばあちゃん家みたいなの買うんで爆笑されてこんなおしゃれなのを初めてもらいました。嬉しい。ちょうど切れてたんですよ。そう、もうなくってめっちゃ悲しくって、そうめっちゃ悲しくって、早く早く手に入れたいと思ってたんですけど、もう今日から使えます。え、かわいい。え、すごいね。12も入ってる。すごい。これはね、フレグランスが香るバスタイム、 3種類ありますね。これは3種類あって、ピュアな花々が咲き広がり、爽やかな甘さと透明感あるサムライウォーマンアクアスアスターの香りと、透明感にあふれたふんわり優しいサムライウーマンの香りと、フローラルがいくつにも重なる優しく可憐なサムライウーマンホワイトローズの香り、3種類の香りがあります。かわいい。サムライ、うん、サムライって書いてあるかわいい。めっちゃおしゃれ。ちょっと恥ずかしくなってきた。まるまるの湯とか使ってたの。まあでもね、おしゃれ。ギャルだ。あ、ギャルはお風呂入らないか分からんけど、かわいい。これは2種類。甘酸っぱく爽やかで明るい印象のサムライウーマン柚子蜜の香り、柚子だと、柔らかく甘く愛らしいサムライウーマンアンズ州の香り。おー、楽しみ。え、今日から使う。楽しみ。嬉しい。やった。写真撮ってみんな。え、めっちゃ嬉しい。本当に嬉しい。え、めっちゃ嬉しい。やばい、最高。今日はどれ使う？え、どうしよう。どれにする？どれにしよう。ゆずみつにしてみようかな。ゆずみつがいいかも。え、りゅうゆず好きなんですよね。ゆずみつにしよう。今日はゆずみつの香りにします。嬉しい。そしてもう一つありまして、マーナパーナからのマーナパーナありがとう、たくさん。あの前さ、モアメでさ、リオが一日に何個もコップを出すって言ったじゃないですか。コップを何個も出して、それをパーナにあの困ってるんですよ。そう、パーナが洗い物の担当だから、パーナが困ってるんですけど、それでなんとこちら蓋付きの大きいコップを買ってもらいましたそう、蓋付きのね、コップ、しかもストローもついてて、すごい。え、初めて今使えます。今初めて持ったし、初めて飲みます。配信じゃないよ、モアメで言ってた。え、紫で可愛い。飲んでみるねおーおー、ちゃんと飲めるよすごーい。って気になる中が、あ、こういう系なんだね。すごい、こんな感じになってて、え、いいね。これはいいわ。これならホコリも入らないし、いい。え、いいよ。これいいね、ほんまにいい。いいよこれおしゃれ。スクショ。パーナが楽になるね。
嬉しい。マーナパーナからのプレゼントは以上になります。イエーイ。じゃあ前にねみんなからもらったリースももう一度お見せします。前はさ朝配信のさおでこの時に見せたから、かわいい。改めて見て超かわいい。これねみんなから教えてもらってね、鼻かんじゃないらしい。リースなんかドアとかに飾るあのリースらしいです。リース、嬉しい、ありがとうございます。みんなかわいい、本当にかわいい。確かにクリスマスにぴったりじゃん。え、今開けた瞬間匂いめっちゃ良かった。めっちゃいい匂いする。最高。改めてありがとうございます皆さん。かわいい。え、いや鼻かんでかぶってみたいんだけど、これ。これさ外せないのかな。あーそういうことか、なるほど。なるほどですね。あ外せるよこれ。外したい。あ、いい感じいい感じ。あ、いい感じいい感じ。いい感じだよ。いい感じいい感じ。ちょっと優しく扱うね。おー取れた、かわいい。え、めっちゃかわいい。見てかわいい。え、めっちゃかわいいんだけど、やばいやばいやばい。すごい、後ろがこんな感じで木になってて、え、すごい生誕祭みたい。にも合ってるよね。え、めっちゃ可愛いんだけど、やばい。え、めっちゃ可愛い、やば。ライオンみたい。めっちゃいい匂いするんだけど。ライオン。嬉しい。ありがとうございます。かわいい、かわいい。え、こんな感じでさ近くで見たらさもっとかわいいね、これ。めっちゃかわいい。ありがとうございます、嬉しすぎます。いい匂い。いい匂い、嬉しい、ありがとうございます。嬉しすぎる。ありがとうございます。飾ろう、かわいい、めっちゃかわいい、本当にかわいい。
最高、嬉しい、飾ろう。え、もう45分じゃ、やば。というわけでプレゼント紹介でした。プレゼント紹介でした。というわけで、というわけで、告白をしたいと思います。告白、まずはこちら、お話し会の第2再販決済ミッションが明日までとなってます。明日中です、皆さん。はい、この決済ミッション忘れちゃったらリオとねお話できなくなっちゃってお互い泣いちゃうのでピエンになってしまうので、皆さんお忘れずによろしくお願いします。ミッション達成をよろしくお願いします。もう忘れないうちに今日ね、今日もミッションを達成しちゃってください。よろしくお願いします。そしてニューウェーブプロジェクト放課後音楽祭が、放課後音楽祭の初回が来週10月23日月曜日に行われます。はい、こちら午後の5時半頃から広島駅南口地下広場で行われます。イエーイ。はい、こちらなんですけど、さっきね、あのニューウェーブプロジェクトからも出まして、ペンライト、うちは応援ボードなどは NG となっています。ごめんね。そう、あとはスマホの撮影は OK になってます。でも多分一眼レフとか普通のカシャカシャカシャっていうカメラはダメです。なのでスマホだったら OK で、 SNS での拡散ももうめちゃめちゃ嬉しいです。よろしくお願いしますね。ペンライトとかうちわとかボードとかはダメなんですけど、まあ表情とかで気持ちをあのリオに送ってくれたら嬉しいです。ラブビーム、よろしくお願いします。顔で表現してねとか。はい、そしてニューウェブプロジェクトの YouTube チャンネル登録者数1万人でリオたち 2.5 期研究生が正規生へと昇格になります。はい、今3680ぐらいのチャンネル登録者数なんですけど、ありがとうございます。登録してくださっている方、ぜひ1万人目指して頑張りますので、まだね登録してない方はぜひ登録してくださったら嬉しいですし、もう登録してくださっている方も知り合いとか家族とか親戚とか友達とか恋人とか、はい、ぜひ登録をお願いしてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。はい、リオツンルームのみんなぜひ登録してね。今上がってる動画とかもねぜひ見てほしいです。毎日1本 YouTube と TikTok にショート動画が載っているので、ぜひよろしくお願いします。あとこちらの10月23日の放課後音楽祭当日は本番生配信もあるので、広島にね来れないよって方もぜひ生配信でご覧ください。初見さんありがとうございます。ぜひフォローしてください。ぜひねチャンネル登録をして待っていてほしいです。そして昨日発表されたんですけど、花は誰のもの公演に出演します。一部は宇都宮りねさん生誕祭となっています。11月5日日曜日、マーナの誕生日だ。会場はブルーライブ広島です。時間は12時開場13時開演となってます。で、2部が川又アナさん卒業公演となっています。日程は同じく11月5日日曜日、会場はブルーライブ広島、時間は16時開場17時開演となってます。ぜひぜひお待ちしてます。皆さんこちらもね大切な公演になると思うので、皆さんお待ちしてます。リオも頑張ります。
ですね。というわけで今50分なのでスクショタイムをしたいと思います。55分まで。明日は朝配信になると思います。今のところ朝配信の予定です。朝配信しかもさ、今週リアルお話し会じゃないですか。え18 19 20 21、あさって、ん18しあさって、いやー楽しみー、めっちゃ楽しみ、やばい、めっちゃ楽しみ、めっちゃ楽しみなんですけど、え、もうさリアルお話し会なのめっちゃやばい、めっちゃびっくり、時間経つの早すぎてびっくりだよ。マカリクありがとう、嬉しい、みんなにたくさん会えるといいな。ではスクショタイム、もうね今ねめっちゃね多忙なんですよ。あのユミリンさんの卒コンもねありますし、僕隊公演も始まるし、そうニューウェーブもあるし、キャー、もう振りが混ざって混ざってしょうがない、振りも混ざるしさ、もう頭がパンクしちゃう。ユミリンさんの卒コンもあって僕隊もあってニューウェーブもあって、もう大変だ。チャンネル登録してありがとう。ありがとう登録、りょうつん体を大事にしてね、ありがとう。うん、ワンピース、ワンピース、それではそろそろ壇上を見たいと思います。てか本当に今日めっちゃ鼻声なんですよ。まだ始まった時よりはまだマシになったけど、めっちゃ今日鼻声で、今日学校からのお仕事もあったんですけど、めっちゃ鼻声。チキありがとう、ありがとう、待っててね届くの。そう鼻声なんです、鼻声てかさ、この後ろのさ風船たちがさしぼんできた、小さくなってきた、このなんかからしみたい、張りがなくなってなんかからし色みたいになってきた、からし色。しかもこの R の中のさ風船たちがもうほぼねめっちゃちっちゃくなってて、ほらこれとかもめっちゃしぼんでる、
めっちゃ絞んでる。来週月曜行きたい。待ってる。男女読むね。13位ゆきあきたさんありがとうございます。12位ろくろくさんありがとうございます。11位おのぴーさんありがとうございます。10位レオタンさんありがとうございます。9位あやさんありがとうございます。8位チョッパーさんありがとうございます。7位レッドミートークトゥーヤさんありがとうございます。6位鈴鹿さんありがとうございます。5位シャガラピーさんありがとうございます。4位ナポリンさんありがとうございます。3位昔からじんさんありがとうございます。2位スタッチさんありがとうございます。そして1位はドゥル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 パン、ゆずきちさんありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。しかももう10月も後半なのもめっちゃ早い。1位ゆずきちさんありがとうございます。穴からダイヤモンド、20時近くなった時、今日配信無理かなと思った。21時まで行けるんだもんね。うん、9時まで行けちゃうもん。リオリオつん15歳になったもん。9時まで行けちゃうよ。イエーイ、ありがとうございます。それでは明日は朝配信となっております。来週月曜日午後休み取った。嬉しい、ありがとう。今日はねもう宿題も終わって、ご飯も食べたんですよ。もういつも配信後に食べるんですけど、もうご飯も食べました。やっぱりさ9時まで配信できるってなるとさ、いつものルーティーンとかも変わってくる。半身浴します。筋トレ系もしてする。最近くしゃみが止まんなくて、めっちゃくしゃみが止まんない。お風呂シーンはねさすがに写真撮れんけん検閲が止まっても NG やけんね。それではまた明日の朝、バイツー、またね、おやすみ、バイバーイ。